今回は実は高学歴なキャラを教えてほしいに対するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。これ系だとめちゃめちゃ有名だけど、マスオさんは早稲田卒、あと原作では兵役経験だっけか。原作にそんな設定はない。戦後連載だったので戦争を連想させる話はセーフ NG だったから、その辺触れられてない。ただ神経の病気持ちで病弱設定があるから徴兵は免れたとは考察されてる。タキシード仮面様、ハーバード大。は、学歴バトル優勝。これ以上は過去くらいだな。ノリスケが東大なんだって。レマだよ。マジかよ。剣団の理人、帝都大学卒。あの世界の東大孤児なんだよな。インテリな部分全くないから謎すぎる高学歴。社長で闘技者の説得力かもしれんけど、社長寮は絶命トーナメント出場権のために押し付けられたようなもんだし、年中黒木とハヤブサと山ごもりして社員こっちも闘技者に業務任せてるからマジで謎。マスオさんは旧友と都の西北歌ってるから確実なんだよね。大統領と同じモスクワ大学出身のインテリです。本が小さい。バトル系キャラの箔付けとしての高学歴設定はそんなもんかってなるけど、特に必要性のないマスオさんの早稲田卒はインパクトでかすぎる。戦い方がインテリとか、効率的な鍛え方がインテリとかの裏付けだよね。でもすぐ上にリヒトとかいうお気論パイテクさ。まあ都心に土地持ちで先祖が城持ちだったかの侍な一般的には名士に入りそうな家だし、リムコには相応のスペック要求されるのもなんかわかる。だからマスオさんはリムコやねーって同居してるだけ。確か新居として借りてた家の塀をマスオさんが日曜大工の材料として切り倒しちゃって追い出されたんだったか。それが理由で追い出されたわけじゃないよ。確かなんか家がよそに入れたからとかなんとか、誰か完全版の2巻あたり手元にない？マスオさんの原作設定の生まれた年とかから大学通ってると兵役免除されてるんじゃないか。生まれた年知らないけど、マスオさんの推定大学在籍年代と戦争帰りと大卒設定が噛み合わないなら、学徒出陣で繰り上げ卒業したパターンか。兵役はともかく学歴関係はガセよ。マスオの早稲田は確定じゃなかった。他は学歴不明とか女子大どこのかはわからないとかで。他のキャラの学歴関係はほぼデマと推測だけど、マスオさんが早稲田出身なのは公式図鑑にも載ってる公式設定だよ。マスオさんが早稲田卒なのはアニメの公式。漫画では私立大卒としか言われてない。漫画で都の西北歌ってるのはマスオさんの兄。そんなことよりもマスオ大阪だったのか。アニメと原作の設定ごっちゃになってて困る。これが早稲田卒の実力や、敬え。これはどういう意図のコラなの？コラじゃないぞマスオの特技や。公式です。なんなの原博士も一時期デマ流れてたよな。少年足部の足部の父ちゃん。ケンブリッジ卒。マスオさん雑学すれになってて笑う。マスオさんひょっとして高スペック男子なの？家事やれる温厚で子供の面倒もちゃんと見るパパです。マスオさんどんだけ意外性高高いんだよ。ちなみにサザエさんの20年後を描いた作品だとマスオさん役は西島秀俊。マスオって確か28歳くらいだよな。原作時点でもロシア革命の年に生まれて大学にまで進めてるってかなりエリートだしな。大企業の御曹司でケンブリッジ大卒の足部の父ちゃん。なんで大工やってんの？敷かれたレールへの反発とかで肉体労働、技術職へ突っ走ったとか。これに似たのだと勇敢クラブの剣菱万作、ケンブリッジ大卒。タゴ作みたいなおっさんのくせにケンブリッジ卒で日本有数の財閥の会長。なお経営判断はほぼ全て生来の勘頼り大体当たる。こいつ。こいつ教員だから大卒確定だけど、そんな有名大学だっけ？さらに言うと今みたいにみんな大卒からサラリーマンになるわけじゃないから、早稲田卒で商社勤め。ってかなりのエリートです。野原博士も早稲田じゃなかった。広志は高卒で上京して双葉商事入社じゃなかったけ、そんで35で係長。確か映画で勤続15年みたいなの言ってたもんな。広志に関しては35歳の時点で双葉商事勤続15年目というのが唯一の学歴描写。
そのため大卒でないとは推定されるが実際のところは不明。高卒だとしても2年ブランクあるし。ニセヒロシは大学に通ってたっぽい描写はあるらしい。つまり短大卒か。王将になりそうなのは大人帝国の逆襲のヒロシの回想シーンかな。学生服、中学生もしくは高校生、で自転車をしてるシーンの次は電車に乗って上京するシーンで、大学生っぽい描写は見当たらない。まあ省略されてるだけって可能性も十分あるけど、なんせ35年を3分程度に要約したものだし。双葉将棋は広島名刺にあった所在地が日本橋になってたことがあるからかなり大手の可能性が高い。高卒で大手商社の第一営業部係長となると入社すぐから大卒に紛って積極的に営業回りしてただろうし、もしかするとヘッドハンティングとまではいかないまでも参加企業の営業部から引き抜きで移動したのかもな。お給料も安月給安月給ではないが公式らしいし、まあまあ出世コースなのかも。くくったらエヴァの美里、リツコ、カジは東大、言動とユイは京大。言動は筑波じゃなかったか。未公開絵コンテの大学の景色が完全に筑波大だったとかで話題になってた。冬月先生が京都の大学で教鞭振るってて、その生徒たちだから京大ってことでいいんじゃないの？言動は京都屋で、で活動家っぽいことやってて警察にお世話になってた。ラーメン発見伝の武田の親父。こいつはスポーツ推薦で入った口だろうな。デスノートの四つ葉本社の市の会議のメンバー全員、樋口や高橋も。それ別に実話じゃなくね。財閥系企業のエリートコース乗ってんだから意外性ゼロ。マスオさんは世代野球部で補欠ながら投手やってたくらいのスポーツエリートでもあるからな。この頃はプロより早慶戦のが人気な時代だから、バク打てできるのも鍛えてるのはあるだろう。ちなみに調子乗って塗りたての土壁にボールめり込ませたりする。昭和中期も議題に高学歴でスポーツマンで商社マンで鍵いく気味も協力的な優しい夫とか、マスオさんもはや天然記念物レベルのスパダリなのでは。踊る大捜査線のチンタをレインボーブリッジ封鎖できませんの人、和青山学院大学卒。マスオさんの利害だと、たとえはセラ卒でなくても大卒って時点でかなりのエリートだよね。今みたいにみんな大学行く利害がないし。夏目漱石の、坊ちゃん、の坊ちゃん、今で言うと東京理科大、当時は東京物理学校を卒業している、新人教師ながら月給40円もらってるが、後に鉄道員になった時の給料が25円だから相当なエリートである。主人公お月のおばあちゃんとかいるし、結構いいとこの出しだよね。確か三河屋のサブちゃんも一橋卒だよね。え、それもデマや。というか三河屋サブちゃんは19歳、その年で働いてるんだから大卒なわけない。京都大学で霊長類の研究をしている、おそらく京大卒。というかこの作品のキャラ全員インテリ枠なことに気づいた宇宙飛行士の話だもんな。宇宙兄弟はおバカに見えても、冷静に考えたら一次選考通ってる段階で全員ハイスペックだからね。マスオさん28歳で頭良くて身体能力高くて優しいって、とんでもない高スペック男子だな。さらに義理の両親という一歩間違えると冷戦に突入しかねない人種相手ともかなり仲良くやってるという、冷静に考えるとスペックやべえな。マカボンのパパも大卒だよね。バカタ大学は偏差値どんくらいかわからんけどな。空想科学特本で大学中退して高卒扱いの筆者より高学歴だなとか書かれてて、くっそ笑った記憶がある。この話題は結構デマが多いから情報元大事。